What's up YouTube? さあやってまいりました。今日はですね、キーファーサザーランドの Twitter 翻訳してみたです。よいしょ。はい。というわけでですね、はいキーファーサザーランドさんあですね、はい、アメリカの有名な、ね、俳優さんですね。ジャック・バウアーでおなじみの、はい、俳優さんでございますね。日本でも大ブームを巻き起こした24の 主役を演じたねそんな俳優さんですけれどもどんなつぶやきしてるのか早速見ていきたいと思いますこちらで <noise>、so、ございますけどもねえ長い文章だったんですけどもねえんて言ってるのか 見ていきたいんですけども I'm so glad この表現ですね嬉しいんだってことでございますねはい嬉しいよーっていう表現ですね何が嬉しいんだっていうのはその後につられてますね people have been enjoying the fugitive ねはいこれですね people もちろん人々ですよね have been enjoying っていう表現ですね have been enjoying ってのはですね people 人々が楽しんでいる今まさにこのこの期間楽しんでるっていうか最近たずっと楽しんでるっていうねもうずっと楽しんでいただいてるっていう表現ですねピーポーっていうのは皆さんのことですね人々ですけどもみんなってことですよねフュージティブをあの皆さんが楽しんでいただいてることに私はすごい幸せに感じてると嬉しく思いますっていうことですね今出てるドラマのことなんでしょうねはい そしてその後ですね、Tonight is the final episode.、ね、何回かね、あの動画の方でも言ってるんですけどもね、英語は主語、一般動詞もしくは B 動詞、ね、でそで目的語とか保護とかいろいろね、つながっていくんですけどもね、Tonight、今夜ですね、is、イコール記号ですね。だ、どんなだ、ね、The final episode、ね。最後のエピソードになります。なるとですね、なる Tonight、今夜は、 is なる何になるの ?The final episode 最後のエピソードになるってことですね。はい。なるほど、最後の、えー、お話が今夜ということなので、つぶれてたんでしょうね。そして、えー、その後、Today, uh, Today the entire season will be available.Today,、はい、今日ですね。はい今日 The entire season.Entire っていうのはですね、すべてのっていうことですね。all と一緒ってことですね。all もすべてのですよね。Entire もすべてのってことですね。すべてのシーズンが will be.will ってのは未来を表す助動詞ですね。未来を表す助動詞。えー、will be 未来、何々になるでしょうってことですね。available ね。available っていう可能っていうことですよね。はい今日すべてのシーズンが見ること可能になるでしょうってうことですね。はい なるほどそして最後。Hope you can check it out.Hope you can check it out.、はい、これは皆さんが、えー、見れるあのチェックしてくれることを望んでおりますということですね。はい Check it out.Check it out. よく check it check it out って言うじゃないですか。ね略して check it out なんて言ってんの ?Check it out.Check、ね、it, out. it out. まあ、見てみてくださいと。そういうことですね。はい まあちょっと長い分でしたけども、いかがだったでしょうかね。はい。非常に丁寧な、あの、キーファー、サザーランドさん。はい。そんなつぶやきになっておりました。ね。ジャック・バーワーのね、えー、ものまね、めちゃくちゃ流行りましたけどもね、いろんなキャラ、その他にもね、ドラマで演じられてる方ですので、これからもね、いろいろ見て、えー、英語もね、皆さん、あの 彼の英語を聞いて日本語字幕で見たりとかもねやっていただけるとめちゃくちゃこれもあの語学力調達につながりますのでぜひ試してやってみてくださいそれでは皆様ここまでご視聴いただきありがとうございましたこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう See you again